アフリカプレート赤みを帯びた大色がアフリカプレートアフリカプレートはアフリカ大陸とその周辺海域の近く及びマントル髪型のリソスフェアを形成する大陸プレートである。ゴンドワナ大陸が分裂してできた西ゴンドワナ大陸が白亜紀頃にアフリカ大陸と南アメリカ大陸と分裂した。アフリカ大陸付近はこの頃からホットプルームの活動が 盛んになったとみられ、アラビア半島を乗せたアラビアプレートが分裂、マダガスカル島がアフリカ大陸から分離、第一交代が活動して、アフリカプレートの本体とソマリアプレートが次第に分離するなど、盛んに陸地の拡大が起き、現在も続いている。これを象徴するように、アフリカプレート内には、レユニオン島付近、カナリア諸島付近、カーボベルデ付近、 カメルーン・サントメ・プリンシペなど、多数のホットスポットが点在する。アゾレス諸島から、ジブラルタル海峡、サルデーニャ島・ミナカタ沖までは、アゾレス・ジブラルタル断層帯と呼ばれる長い、トランスフォーム断層である。サルデーニャ島・ミナカタ沖から、シチリア島、ケルキラ島沖、ペロポネソス半島沖、クレタ島・ミナカタ沖、キプロス、シリアトルコ国境地帯に至るまでの約2000キロメートルは、 ほとんどが海港などの沈み込み帯であるが、一部がトランスフォーム断層や衝突型境界になるなど少し複雑になっている。ここまではユーラシアプレートと接している。この辺りではプレートの衝突がアトラス山脈の形成やイタリアギリシャなどの火山群の活動と深く関わっている。シリア西部からはヨルダン峡谷、アカバ湾、黄海、アファルボンチ、アデン湾。 ソコトラ島まで続く地溝、海嶺帯になる。この辺りでは、アラビアプレートと接している。プレートの縁は、ソコトラ島で南に向きを変え、インド洋を貫く、中央海嶺につながる。北から順に、カールスバーグ海嶺、中央インド洋海嶺、南西インド洋海嶺で、それぞれインドプレート、オーストラリアプレート、南極プレートとの境界である。南西インド洋海は、 アフリカ大陸の南方をぐるっと取り囲んでおり、本所四五線付近でアフリカ、南アメリカ、南極の各プレートの30点となる。ここから北向きに大西洋中央海嶺があり、これがアゾレス諸島まで曲がりくねって続いている。大西洋中央海嶺は南アメリカプレートとの境界である。ありがとうございます。